ちちんちくんかサブチャンネルチュンコロチュンコチュンコロチュンコチュンコロチュンチュンチュン。今日は我々華麗なる一族の晩御飯を決める瞬間を目撃してもらおうと思う。そう、私たち仕事が終わり、そして私たちは家族旅行から帰って、これ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 、だから今日の夜ご飯は Uber Eats。 これだが、私が普通に Uber Eats を頼んだら大体焼肉弁当になってしまう。だから今日は目隠しして Uber Eats を頼んで、それが夕食ってことね。面白いからそういう余興を攻めるぞ。うわぁ、もうやだよ。一食一食大事にしたいんだけど、私はパンスは汎用もんだろ。じゃあ今からやろう。レッツゴー。それでは目隠し Uber Eats スタート。いきます。さあ、はい、どうなるかな。俺も見ないでおこう。で、注文のくだりだけマネージャーさんにやってもらいましょう。これで合ってる？これで合ってる？合ってる合ってる。でも多分上の方は割と時間が早いとかで、なんかケンタッキーとかがありそうだから。なんだなんだ、うわ、なるほどね。チチ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 チ。これ、この店です。店選べた？選べた。ちょっと見ちゃったんだけど、やばい。え、ねえ、待って待ってえ、これ夜ご飯だよ、私は。じゃあ、これわかんない、怖い怖い。オッケーオッケー。なんかあのトッピング的な、なんかそのあメニューも選べるから、もしそれが必要だったら。じゃあ2番目とか3番目とかいいよ。じゃあ、オッケー。上から2番目。じゃあこれで1個入れてください。はい、カードに入れます。あと今選んだのは私の中では主食だったから、なんだろうな、味噌汁サイドメニューとかそういう系を選びたいと思うので下の方に行きます。トッピングがある。なんか怖いな。じゃあ上から3番目。じゃあでも私は2つこれで行きます。じゃあ注文する。はい、せーの。 OK 注文してます。はい、注文できました。次、ゆうくんどうぞ。よーし。あ、じゃあ、あーちゃん見ていいよ。うん、はい、じゃあ選んでください。どうぞ。はい、まず一番上がなんだっけな、お気に入りみたいな感じだったっけな。で、下が家から近いみたいなやつで、下の方に行き過ぎると多分やばいんだよね。下にスクロールしすぎないことは非常に重要だと思う。なるほど。今掴めてる？掴めてる。ちょっと下に行って。え、むずい。普通にこの辺でしょ。はい。で、これがメインディッシュです、僕の。品物を選ぶ。だいたい店の一番上らへんにその店の看板メニューがあるから、もうこの辺でいい。品選んでる。オッケーです、オッケーです。あ、じゃあこの辺カートに入れます。で、トッピングとかあれば1個目でいいです。トッピングはないですね。オッケーです。おお、じゃあこれカートに入れてもらって。はい、はい、どうだろうな。この店にサイドメニュー的なものがあるのかどうか全くわからないからな。でもサイドメニューは頼みたい。この店舗にサイドメニューがあると信じて下の方のものを頼んでみます。これとか、これサイドメニューです。じゃあ、はい、はい、じゃあこれでお願いします。完璧。じゃあ注文します。これが俺の晩ご飯だ。注文してください。なんか笑ってるけど何？怖い。いやでも、さあ2人とも、さあ何が来るでしょう。なんで目隠しで怖い選び終わりました。メインとサイド1つずつ選んだからねだからこれピンポンできて受け取ってからのお楽しみっていうね。はい、じゃあ待ちましょう。オッケー、待ちましょう。はい。さあ、Uber Eatsのピンポンが鳴りまして、はい、ずっと目つぶってて、ずっと目つぶって、芝居の方が来ました。おお、芝居が先。先に、はい、俺の方が来て、目つぶって、うん、いや、ここに置いて今日のご飯はこれですって言ってパッて目開けよう。メインディッシュとサイドをどっちも出しちゃっても。メインディッシュとサイドそれでは今日のメインディッシュと、はい、サイドメニュー、うーくんの、はい、右がメインディッシュ、右がメインディッシュ、こっちがメインディッシュ、そう、そして左がサブメニューでございます。はい、それでは頼む。どうぞ。いいやつ、せーの、パン。嘘やん。マジ、やばくない？なんて店これえ、これ飯、俺これ今日、おー、うぜえから筋トレしよう。
で、こういうクッキーとかもあったんだけど、ウー君なんかちょっと下の方に行ってみたいな感じで飲み物を2個、おやつが良かった、さすがにクッキーが良かった、そこは2個飲み物を選んでいました。なん、あなたは今日夜ご飯これでおしまいです。うっそー、はい、ちなみに商品名は自家製濃厚ミルクティーとスッキリバナナ、おお、濃厚チョコとカカオに完熟バナナです。美味しそうじゃん。いや、いいんだけどね、この商品自体は。うん、いいじゃん、いいじゃん。ただね、ディナーとサイドメニューと考えたら、うん、これディナーのメインディッシュ、これだからね。いきます。飲んでください。いただきます。飲んでください、メインディッシュを。メインディッシュ、いただきます。どうぞ。どう？うまい。別にうまいですよ。あの、そんなバナナのチョコのプロテイン入ってる。これバナナスムージーってことね、じゃあ。すごい。おいしい。あの、これ筋トレの間にあったら嬉しいですね、うん、これが、うんうん、あ、もういい、筋トレする。どう、効いてる筋肉に。あー、みなぎってきた。え、うっそ。あー、やべえ。あー、これはやばい。ね、鬼すぎる。コーチ、鬼すぎます。はい、どうぞ。コーチ、コーチ、鬼すぎますよ。もうパンプアップしました。もういい、深夜にラーメン食い行ってやる。ディナーはこれでもな、深夜飯っていうパターンがあるんだぜ。はい、僕の目隠しウーバーイーツはこんな感じでした。あーちゃん、待ちましょう。来ます。これからもしばらくチャンネルお願いします。チョニーピニー。はい、私の商品が届きました。うん、じゃあ、あーちゃんも目つぶってください。はい。んー、なんだ、何の音だ、何の音だ。開けてください。せーの、はい。あ、え、卵。え、うわ、え、これやばいよ。タピオカじゃないこれ。え、ちょっと待って、メニュー見ます。スイカもです。私が頼んだのは、やばい、二人ともやばいじゃん。待って、一個目がまずこの意味のわからない液体に漬け込んである何かしらでしょ。もう一つがなんかこれ、え、だって牛丼の海苔でタピオカ入ってるじゃん、それ。え、これ松屋だよね。松屋とか吉野屋とかと同じ入れ物だよね。じゃあこちらすごい、待って、怖い。タピオカ屋さん、うわー、やってる。なんで二人ともこしゃこんな見せる。さつまいも団子をトッピングしてて、うん、で、こっちが総合トーファ、フルトーファ、こっちかな。え、これ下何が入ってんの、これ下。ちょっとちょっとこれ開けてみて。もう分かんないから、とにかくタピオカ屋さんだわ。これ開けてみて。あー、同じじゃん。同じじゃん。まさかのですよ、中身全く同じでした、2つ。そうじゃない。ちょっと、何タピってんのよ。おやつやん、2つとも。ねえ、ハートとか。ちょっと食べてみようかな。星とかあって、ちょっと可愛くはありますね。何これ、どういう味、これ。何これは。なんか、分かんない。豆腐。うん、あ、豆腐とタピオカと、豆腐、豆腐、星は何？さつまいも団子。あー、じゃあ別にまずくない。うん、まあ分からん。私これ苦手なんだよね。え、何度だんの。ある代官山になんかこういうお店があって、豆乳でできてる豆腐みたいな多分感じなのね、これ。うん、全然好きじゃなくて。大外れじゃちょっと待って、めちゃくちゃ今ちょっと待って和食食いてーっていう気持ちでお腹を待ち構えた。ちょっと待って、ちょっと待って。うわー、プロテインのシールが貼っちゃった。ということで、目隠しウーバーイーツ大失敗。これ良くない。これはおもろい。これは2個同じってやばいよね。うん、私はもうウー君がこれがメインディッシュでって言った時に、もうバナナジュースみたいになってて、めっちゃ面白かったよ。メインディッシュ、これで私の今日の夜ご飯終わりだ。じゃあ今日は2人でこれ分けようか。ああ、あ、そうだ、スズの時にベビータッピベビータッピやるの。うん、なんかやっぱご飯がこう自分の好きなものを食べれなかった時ってめちゃくちゃなえるなっていうのは思いました。あー、なんか私が本当に毎日楽しみにしてることはご飯なのね、うん、食事が大事なんですよ、うん、だから結構なんか美味しいご飯食べに行ったりとかするの好きで、もしかして明日死ぬかもしれないのにこれが最後のご飯って思うとなんかもう泣けてくる。ママ、いいじゃん。じゃあバイバイして。バイバイ、また見てね、バイバイ。早い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 。まず名残惜しそうにして、
まあ、また見てね、バイバイ。ポンさんさ、これからどんな大人になる？しばゆ。しばゆみたいな大人になりたいの？嬉しいけど、危ないよ自分で言う。嬉しいけど、あんまやめた方がいいかもしれんな。じゃあ、リューソーブルー。リューソーブルーみたいになりたい？うん、いいじゃん。じゃあねえねえ、パパ、リューソーブルーは？リューソーブルーいいよ。あじゃあそろそろみんなお別れです。うん、はい、どうぞ。それではまた次回のサブチャンネルでお会いしましょう。せーの、終わりです。